森ゆいと、行く。点取れるところで取れないから流れが向こうに行くよね。負けるべくして負けて森も試合作れない2番手笠谷というわけのわからない首脳陣。やっぱり、ピッチャーの出来次第だな。追い込んでからの四球多すぎ太郎。なんで2球で追い込んで3球勝負しないんだよ。本当にホークスの首脳陣は去年から一つも学習してくれない。森会バッテリーあまりにもボール先行すぎるよ。4回を森でスタートした時点でこうなることは分かってたやろ。チャンスで点取れなかったし、流れが悪い。2番手、第2先発の位置で投げさせたら意外とゲームメイクしてくれそうな気もする。先発転向直後で本人は中継ぎに戻りたくないかもしれんけど、大事な時期に被安打6、4四球で4回持たず、こんな先発しかいないのは実に嘆かわしい。坂東より先発適性ありそうだと思ってるけどあかんのかな。見てないうちに森ゆいとボコってた。お残しランナーきっちり全部返したよ。そのままの方がまだ良かったんかな。悪化した感じ。先発も抑えもできないならいらない。マジの大幻望だろうな今年。ご視聴ありがとうございました。